5月11日、佐藤修一でございます。まあね、今朝またね、大きなね、強い地震が関東地方の方で ありましたけども、まあ、広島はね、もうパトカーとね、警察官のね、洪水状態という状況であります。で、まあそこへ来てね、まああの、バイデンさんに対して、日本政府、非核声明は、求めないとか言っちゃってますね。まあね、もう、アリバイ工作でもいいしね、ほんとダメ元でもいいからね、要求ね、これさえしないと。まあこれがね、もうダメですよね。もう先が見えたというかな。まあもう、そもそもね、今回のね、サミット、とてもじゃないけどね、期待できるものじゃないということはね、まあこれ明らかです。ね、日本政府がね、要求もしないものをね、じゃあもう周りがわーわー言ってもね、もうね、どうしようもないというのがね、まあ実情じゃないでしょうかね。まああの、ね、日本政府が言わないものをね、要求さえしないもの。どうしようもないですね、これは。ね、まあ。とてもじゃないけど期待できないと。まあこれはね、今回のね、4月の県議会議員選挙においてね、私佐藤修一だけは唯一ね、本当サミットについてはね、全く期待できないというふうに、NHK や、あるいはね、市民団体ね、いわゆるサンクシ、まあ、市民連合さんですよね、ここのアンケートに答えておりますところであります。まあ、それはともかくとしてね、まあ、来週あたりに予定についてお話をしたいと思います。ね、高後郎豪一先生のね、労災認定を求めるね、裁判の判決、国際学院高校ね、広島国際学院高校のね、まあ、非正規ですよね。英語の先生でいらっしゃったね、後郎豪一先生がね、過労自死された事件で、労災認定を求める判決をね、裁判の判決が5月16日のね、13時10分から言い渡されます。もちろん広島地裁ですけどもね。まあ、一つのね、やっぱり要求としてはやっぱり精神疾患のね、労災認定を改善してほしいというところ。そしてやはりね、人を捨ててるね、学校での人もね、こういうね、ひどい使い捨てってのはね、ほんと許されないということ。まあ、やっぱり私は強調したいと思います。私自身はね、お年寄りや障害者と接する介護福祉士。しかし、子供とね、接する学校の先生。あれも保育園の先生も含めてそうですけど。非常に労働環境がね、ひどいということにね、大変心を痛めております。まあ、当たり前の判決が出るようにね、願っております。それからもう一つ、我々ね、福祉職員ですよね。まあ、介護もそうですね。保育も含めて、福祉職員のね、大幅な賃金の引き上げとね、増員を求めますということで、これはもう何回もね、選挙中もね、公約してきたことだしね、要求してきたことであります。なかなかね、岸田さんね、去年はね、一応ね、やってくれたんだけどね、今年もっと物価上がってんのに、全然ね、新たなね、賃上げもやってくれないし、ね、相変わらずね、現場人手不足の状況です。やっぱりね、少子化対策は少子化対策、つったってね。じゃあ、福祉をね、だから、例えば保育をね、支えてる先生方のね、労働条件がね、改善されなきゃダメですしね。じゃあ、介護の現場をね、潰れたらね、じゃあ、ヤングケアラーという形で子供さんにも幸せいく。ね。ぜひね、やっぱりね、福祉で皆様にもね、この署名に対してね、ご協力をね、お願い申し上げます。それで明日はね、また、佐藤修一と、ね、広島の政治ガツンと物申す5月12日でございます。まあ、G7 サミットについてね、皆様のご意見をね、お気軽にお聞かせください。ね、サミットに伴うね、生活やね、仕事の影響について、あるいはね、サミットで何が話し合えるか、心配、どんなことでも結構です。お聞かせください。まあ、いかがかね、どなたにもご参加いただけます。入退室ご自由でございます。よろしくお願い申し上げます。それではね、また、皆さん、来週以降もね、どこかで、お会いいたしましょう。それではね、失礼いたします。ご清聴ありがとうございました。一日ね、お仕事お疲れ様で、ございました。明日以降またお会いいたしましょう。失礼いたします。